全米ツアー動員2万人超え、世界的人気のガールズバンド。今夜のゲストは、お帰りなさいませ、ご主人様、お嬢様、クルポバンドメイドのギターボーカルやってますポ小鳩ミクと、ボーカルサイケです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ポポポポ、メイドの衣装に身を包みハードロックを奏でるバンドメイド。見た目とは相反する力強くエモーショナルな歌声と、メタルファンも熱狂する骨太サウンドは全世界から注目を集めています。毎年のようにワールドツアーを実施、さらには世界的人気音楽フェスアフターショックに出演するなど、今世界から絶大な人気を集めるガールズバンドなんです。今夜はメンバーの小鳩ミクさんと佐伯さんが登場。初っ端から小鳩さんに気になる点が。ポーポーポー、何なんですか、ちゃんとポーは小鳩、小さい鳩にミクなので、はい、鳩と人間のハーフなんです、ポーなので、語尾にポってちょっと鳩寄りな成分が語尾に出てきます。出てくるんだ、ポポちょっとずつ慣れてってください。わかりました。はい、佐伯さんどういう気持ちなんですか今。もうです皆さんも慣れていってくださいね。それではまずどんなグループか聞いてみました。佐伯さんお願いします。まあ確かにそれは間違いないっぽ、間違いではないっぽ、うん、ベースのミサちゃんが、うん、それも変なんですけど、うん、ステージドリンクがウイスキーのストレートなんですっぽ。お酒飲みながらやってる。あ、そうですっぽ、ベースはそうですっぽ、より良くなります、うん、より良くなる、いいグルーヴ感を出してくれます。飲まないと若干こう人見知りな部分があるので、もう一人のアカネ、ドラムのアカネは、うん、変だっぽ、ゴリラって呼んでます、うん、ゴリラってみんな悪口じゃなくて、あ、違います、相性を褒めて自分で言うんですよ。あとは、MC 中にずっとバナナ食べてたり、なんかハトいて、ゴリラもいますか、いるんだ、変なバンド続いて小鳩ミクさんのテンションが上がる瞬間を聞いてみると、馬券が当たった時っぽ。競馬？競馬大好きなんですぽ。あ、そうなんですか。鳩ですよね。あの鳩なんですけども、鳩なんですけども、お馬さんが大好きなんですぽね。なので今も毎週末必ずチェックしてますぽ。すごい要素が多くて混乱してます。聞けば聞くほど興味が湧いてきますね。そんな彼女たちのライブが映像化されました。特にこの DVD で見てほしい曲は何ですか。でもやっぱりメモラブルですもんね。その3年ぶりに行けた全米ツアーでの気持ちや、私たちのこうご主人様お嬢様に向けて作った楽曲っていうところがあったので、ご主人様お嬢様もちょっとやっぱうるうるしてらっしゃって泣いてらっしゃった方も見えたりしていたので、心をこう通じ合えた瞬間っていう感じが曲中に感じられたので、それも映像化されているのでぜひ見てほしいなと思いますと。